こんにちは、アンソニーです。ただいま GoPro キャンプ2017ということで、長野県の白馬村の方に来てますけれども、テントを張りたいと思います。で、私はですね、もうテント張り自体がもう大昔にやったことありますけど、もう本当ど素人なので、もうとにかく簡単に立てられることで、プラス、バイクに積むことを想定しているので、バイク用の、テントを購入しました。で、私が買ったのが、ドッペルギャンガーのライダーズバイクインテントです。で、お隣にいらっしゃるのが河合浩二君でして、こんにちは。はい、はい、同じようにバイクで、元ブログをやったりとか、はい、アウトドアやったりとかやってる方なんですけれども、でちょうど河合君が持ってるやつがライダーズワンタッチテントです。ワンタッチテントですね、はい、で非常に構造似てるんですよ。なのでこれ立てるの何回目ですか今日？これ、7回目ぐらいだと思います。7回目で、私今日初めて、これ段ボールから出しただけでまだ一度も触ってないので、その状態で、まあ、どれぐらい差がつくのか、まあ、参考にしてもらったらいいかなと思います。で、今日は、さらに、そのテントを張ってる様子をですね、ちょっと実況してもらいたくて、実況マンをご用意しております。ギュイン徳川さんです。あ、出ていいですか？はい、どうもどうも。私が正しくジャッジしますよね、はい、負けるのは分かってるんですけどね。まあその負け幅がどれぐらいかを見てもらったら。じゃあもう早速開けていきます。はい、はい、よーいスタート。はい、チャックを開けて本体が出てきました。それ以外はポールが入ってますね。さあ、長野県の白馬村からお届けしております、私スイスイ株式会社動画制作部長のギュイーン徳川でございます。さあ早速始まりました。ドッペルギャンガーの、ライダーズバイクインテントアンソニーと、ライダーズワンタッチテント河合浩二の、テント設営バトル。早速、河合浩二さん、もうすでにね、地面に広がっております。早っ。行きますよ。え？行きますよ。お。はい、失敗。これ立ったりだ。行きますよ。よっと。それでもうできた？もうテントだった。はい、素晴らしい。よっと。それでもうできた？もうテントだった。はい、素晴らしい。早い。マジでか。これを開ければ完成でございます。マジで。あ、でも多分俺もこれであと引っ張るんじゃない？これどこを引っ張るんだ？あ、引っ張って紐引っ張んの？これガッと押さえながら。どこ？紐を押さえながら。ああ、ちょっと構造違いますね。あ、そう。あ、ここですね。ここ押さえながら多分こう引っ張った。構造が違いますね。苦戦しております。プッシュダウン。あ、これをプッシュダウンは自動的になる。紐を、でもやっぱ紐引っ張るんだろうね、やっぱり。ちょっと構造が違うよね。ちょっと構造違いますね。うん、でも紐をお手伝いしてはダメですね。はい、はい、あ、わかったかな。なんかここに持ち手があるのよ、紐を引っ張るような。これ、うん、だからこれを引っ張るんじゃないか。違うな。これ引っ張っても閉じるだけなの、逆に。ということはやっぱこうで、こう手で無理やり広げたら多分折れたりするよね、きっと。なんか紐を使うような気がするんですけど。取扱説明書が見ますか。傍らに転がっておりますが、見ずにやりたかった。見ずにやりたかった。さすが YouTuber。 ギブアップです。これ何ですの、これ。その先っぽが分からんのよね。これっぽいですよね、でも、うん、これを引けばここが上がりそうです。ちょっと待ってよ。
テント骨組み中心のジョイントを高く持ち上げます。片方の手でジョイント下部を持ち、もう片方の手でジョイント下部から出ているロープを持ちます。弓矢を引く要領でロープを引き出しテントを展開します。あ、弓矢を平行にするんだ。じゃこれがこうか、ここを持つのかな。おお、おお、いきそうです。どこを持っとけばいいんだろう。下を持っとけばいい。あ、ここだ、うん、でもどこまで引けば OK なのかが分かりませんよ。なんていいと思います。もっと力強くか。おお、いった、行きました。割と大きいね。あ、大きいですね。大きいけど背は低いね。で、多分この辺のポールをカチッとする必要もないのか。これもこのままだと。このまま？これでもワンタッチと。で、これが後ろだね、多分。こっちが前なのでちょっと方向変えます。さあ立ち上がりましたね。はい。で、あとはこれは屋根につけるやつだよね。そうです。じゃあカイ君もつけてください、屋根。しかし河合工事早かった。牛院徳川、私がカメラを回し始めてから1分9秒で立ち上がりました。これさ、これどこにつけんの。これは、ジョイント部を覆い隠すための布。そうですね、うん、これをどこにつけるかというと、ここでいいのかな。さあ、河合工事の手元を見てみましょう。あ、そこにつけるのね、なるほど。ということは、なるほど。なるほど。はい。ここをつけて。なんか不細工な気がする。方向があるかな。あ、届かない。方向がありそうですね、なんか、うん、うん、あ、台形になってますね。台形ってか長方形じゃない、こうか。あ、そうです。こうで、おくす、こうで、なんかいけたっぽいぞ。はい、こんなんでいいんすか。いけてる気はする、うん、はい。で、こいつがなんでくっついてるんだ。これがこれでいいのか。こいつはですね、前室がかなり広いんですよ。その名の通りバイカーズインなので、小さいバイクがあればこの前室に入っちゃうぐらいの広さがあります。さあ、じゃあ噂のその前室を。ここは、あ、分かった。で、こう前室を広げての、で、ポールは簡単にくっつきますので。なるほど、ちょっとゴージャス仕様ですね。はい、この前室のこの先っぽに立てて、ポンで、こっちも立てて、
で、これを紐で固定するのか。そうですね。紐紐。さあ対する河合浩二はもう中に入ってしまってます。あれ？あれ？ペグが、おやすみなさい。ペグと、マジで？ペグが結構あるみたいですね。ね。ね。ペグはこのポール付近に4箇所ですよね。あと、お多いですね。何が？ペグが。なんかやたら多いね。これはあの地面、あ、このポールに4箇所とテントから張るロープで4箇所で、このタープのポールを吊るのが、多分また2本ずつ4本とかあると思います。これどう使うの？これ片方こうってこれ自在吊って、あ、そこで調整して、うん、こう引っ掛けた後にこうやってると、ね、はい、ということはこっちは自分で輪っかを作れってことか。こっちは結びですね、自分で。自分で結べってことね、はい、え、普通にこんなんでいいの？そこをもう一回巻いたら、この輪っかの中に、この輪っかの中で、うん、もう一回輪っか作るんですよ、ここで。こう？そう。当てる？あれ、俺さっきどうやったの？そうすると引っ張れば引っ張るほどここが締まるっていう。お、できた。そう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 。お、そう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 。すげえ。で、こいつをこう引っ掛けて、すいません、ペグ1本取ってもらえますか。はい。で、そこもアンソニーさんこれ映るんかな。あ、映ってないかもね。うん、回していいですか。あ、回してカメラ動かしてで、これをあんまりね離さなくてよくてこの辺でもよくて、うん、でその自在を引っ張ればバッとテンションがかかるんですよ。ですよね、うん、で、まあ一回仮でいや、うん、これはこの自在の使い方合ってます？自在をこっち立ててから自在でやった方がいいかもしれない、うん、大丈夫ですか？でもさ、緩むよ。これ自在じゃないね。自在になってないね。そう。自在になってないですね。うん。使い方がおかしい。例えばここに刺すとか、回すとか。一緒で。あ、そうですね。これで。あ、借りまーす。あれ、この意外に硬い土が。なんかあのそこにある場合があるので。うん、で、自在を。とりあえず良くない？まあ、一旦ね。ここさ、こんななんかすごいなんかカーブしてるけど、こういうもん。や、伸ばす？あ、え、伸ばすっていうのは長さを伸ばす？もしかして。長さ伸ばさないけど。あ、なんか伸びるっぽいですね。あ、伸びます、ね、あ、伸び、あ、あ、これで広くなるんですね。あ、これね、このポッチで固定してるんだ。
なんか低いなと思ったよね。全然違った。ってことは後ろも後ろも後ろはないです。はい。でもなんかテントっぽくなってきたよ。全然ちゃうな。思ったより大きさが違う。でも人が入るところは多分一緒なんだろうね。あ、ここの道に住むの？カチッと2カ所です。2カ所か。じゃあこっちに。あれ、ないぞ、こっちが。え、これ不良品じゃん。ほら、こっちが出ちゃってます。あった、ありました。なるほど。で、おかしいな、俺汗をかく間もなくできる予定だったんだけど。で、あ、違う、これを。14分35秒経過。マジですか。そこはね、編集で短くいかにも簡単にできましたみたいに。そうやって、それ内緒。これがいいのだろうか。あ、すいません、ペンチお願いします。ペンチじゃない、金槌。こういうとこの容量が慣れてくるとね、良くなるんやろうね。で、ここに入れたらいいのか。こっちがっぽいね、さっきと同じだね、うん。だからこっちじゃなくて、こっちに入れる。あ、やっぱそうだ。あ、抜けた。また抜けた。あ、こっちが倒れてる。難しそう、バランスとね、後ろの2個止めておけば、あ、そうか、ピンと張るんやね。こう対角で張れるんで、めっちゃ突っ込まれますね。あ、なんて？後ろが止まってないからやりにくい。ああ、なるほど、はいはいはい。そこはなんか最初から紐がついてたね、なんか。そうです、この紐に。これね。あ、いや、ここを止めちゃったら早いと思います。ああ、なるほど。ここの四つも止めるんで。はいはいはい、こっちを先にしないと、いくら前でバランス取ろうと思ってもできないと。引いた方がいいかもしれない。うん、張りました、前。え、あ、前引いた方がいい。うん、これで後ろが固定したので、もう一度前を。あ、こっちもだいたいいけてるね。これはいいんか。位置変えて自在で伸ばせば、うん、いいんじゃないですか。一応ここにもペグは打てるようになっておりますから。
そうね。わあ。いいな。良くなってきましたね。うん。あ、なんかすごいなんか大きくなってきた。全然違うね。ドッペルギャンガーアウトドアのロゴかっこええな。ドッペルギャンガーアウトドアってどういうブランドなの？新しめですよね。新しめだと思います、ね。うん、日本の、うん、はい。大阪にあったと思うよ確か会社は。大阪の会社なんですか。うん。広くなったやん、なんかめっちゃ。あ、ちょっとカメラ手前の方に回してもらっていいですか。めっちゃ広いやん。あ、でもこれ結構風の影響受けそうね。そうですね。うん。中はどうなってるんですかね。中は、お邪魔します。ここで引っ張ってるんですよね。はい、吸っていて、なんかすごい浮いてるね。吸りすぎってことある？ああ、十分じゃないでしょうか。でもすごい浮いてるのは、ここの、ここをペグダウンするとか。イエス、ここ、That's right。 うん、あ、ここに火、あ、吸っちゃうか。これは、ここのペグダウンしないと、多分、あの本体と外側のやつがくっついちゃうんだよね。うんうん、あ、石が入ってるけど、まあいいか。いいんじゃない？できた？で、これも一応やった方がいいのかな。あの風が強いときはやりますけど、はい、なくてもいける感じよね。風ないときはここだけで、うん、大丈夫だと。ここで今6箇所やってるので、ここをなんかうまく沈める方法ってないの？そこはもうその四隅の貼るときの荷物置くしかないよね。タイミングで、うん、あの先にその四隅を貼れば、うん、この四隅を先に貼ると、うん、ここが落ちます、きれいに。あー、はい、なるほど。だから順番としては本当はここの四隅を打って、はい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 、はい、で次ここ打って、はい、で次ここ打るです。なるほど、はい、その順番か。でもまあ一応できたということでいいですか。ちょっと歪んでるね、ここ。もうちょっと開放的やな。もうちょっとガレージ付き、まさに。うん、いや、思ってたより全室も広いですね。うん、全室も広くて、パーツもこんだけ広いんだ。これをもうちょっとこう引っ張って、あ、でもこれ以上引っ張れない。オッケー。じゃあちょっと入ってみます。これを持っていこう。河合さんはペグは打たない。僕はあっちで打つときに打っちゃう。はい、中はよいしょ。広くはないね。まあこれ確か2人用って歌ってるよね。そうです。でも実質は1人プラス荷物。で、まあもちろんこう荷物を前室の方に置くっていうことも考えられなくはないけど。で、こんな感じですね。
と足を端っこにくっつけると頭が、あ、ギリ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 ですね。身長173センチですけど、まあでも初心者がそこそこ簡単に張れるテントとしては十分いいんじゃないでしょうか。はい、でここを閉めるとこう蚊帳になるってことだな。今日も結構虫が多いんで、はい、うん。でここになんかチャック付きの荷物を入れるスペースがあって、ランタンとかをかけるようなフックがありますね。うん、そんなとこです。でもちろん実際に貼るときにはこれ後で場所変えてもっぺんやるんですけど、実際にやるときにはグランドシートを下に敷きます。よいしょ。はい、ということでやっぱり初めてだと少し手間がかかりましたけれども、まあ2回目3回目、まあ3回もやればだいぶ、僕は順番自体知らなかったし、ペグを打つ、まあ、それさえちゃんと分かってやってればそんなには手間かからないと思いますので、はい、これを確か収納時の長さが58センチだったかな。だからバイクの後ろに積んでもまあなんとかいけるサイズなので、これからね、今日は今回車で来ましたけど、またバイクツーリングも行きたいと思います。またその時はよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、以上ドッペルギャンガーの、ライダーズテントでございました。さよなら。さよなら。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。あー、バッテリー切れてた。俺がずっと撮ってるんで。うん、サンキューっす。いやでも本当大きく感じるね。すごいでかいですね。間口が広いからこれ。本当ですね。全然違うもんみたい、まあ違うもんですけど、この中の広さはもう全く同じなんですよ。中の広さは一緒なんや。中の広さは全く同じ。中プラスさらにこれがあるからね。この、いや、思ってたより、うん、この前室が広いですね。あ、だから相当にプラスしてこれだから、はい、やっぱ3倍以上に見えますもんね、広さ。うん。うわー。なるほど。値段はどれぐらい違うんですか？これが2万円台。2万8000円ぐらい。で、こっちは1万7000円ぐらいだ。あ、1万ぐらい違う。そんな違うんだ。これのつもりで買ったんで。間違って買っちゃったんだ。こっちの中は？